こんにちは。今回から久しぶりに実況プレイをしていきたいと思ってます。で、やるゲームなんですけど、以前ね、ラストオブアスっていうゲームをやったんですよ。で、初見で上級でプレイしたらすごい死んじゃって。で、まあなかなか大変だったんですけど、なんとかクリアできました。で、今回はその続編が出ましたので、同じようにハードモードでやっていこうと思います。本当はベリーイージーでやりたいです。なんでだろうな。フライヤーフライにエリーを届けるだけのはずが、国半分を一緒に横断したんだ。エリーは自分の免疫に意味を求めてた。俺も治療薬の話に乗せられたのか、あの子のためと思ったのか、いずれにせよ俺たちはファイアフライを見つけた。ワクチンはエリーの免疫で作れるって話だった。あの子の命と引き換えにな。なんてことだ。何をしている。諦めろ。我らの未来のための犠牲だ。なんてこと。で、どうしたんだ。救ったよ。さあ、来るんだ。大丈夫。出口を塞げ。やつを逃がす。マジかよ。そりゃ大事だ。エリーにはなんて。あいつらの検査を受けたが、免疫は役に立たないと言った。あの子は信じたのか。分かったって。戻らなきゃな。
始まってました。これがジョエルですね。で、エリーっていう女の子と2人で感染者って呼ばれるゾンビみたいな敵が徘徊するところを旅してたんですよ。それが前作で、一応平和なところを安全に過ごせるところにたどり着いて、そこで過ごしてたんですけど、何か、まあ、理由があって2人は今別々に暮らしてるっていうことみたいですね。で、今からジョエルはエリーに会いに行くのかな。ダッシュしていくぞ。お前、俺の前行くんじゃないぞ。抜いていく、抜いて、おどうしたお前、シールを塞いでいく。キリー・ジョエルの前に行くやつは許さん。くそ、あいつ速いな、全力で走ってんのに。前作もね、馬が出たんですけどね、タコっていう名前の馬いたんですけど、敵にやられて死んじゃったんですよ。かわいそうに。お、なんだこう。あ、スルですか。スルしていいんですか。アイテムとかないのここ。なさそうだ。降りられないから。あっても取れない。すげえ発展してんね。感染者どうなった。感染者がね、まだいっぱいいるはずなんですよ。ワクチンができたわけじゃないんで。お、キリンジョエルが来たぞ。お前ら、もう開けろ。早く通すんだ。俺がやっとくよ。先に行け。いいのか。ああ、そうか。さっき話したことだけどな、きっと俺も同じことをした。誰にも話すつもりはない。また後でな。エリーを助けなかったらワクチンができてたから人類が助かったかもしれないっていうことなんですよ。入るぞ。エリー、ちょっとびっくりさせないでよ。ノックしたんだけどな。元気？うん。何しに来たの？顔を見に。みんなお前のこと気に入ってるし、それにすごく助かってるって言ってたぞ。そっか。うん。
この前トミーと遠出したんだが、あいつがジョークを言うからお前を思い出した。確か何だったっけな、あ、時計のジョークで、ほら。ジョエル、あのさ、もう遅いし、それに明日早いから。ああ、だよな、邪魔して悪かった。ただその見せたいものがあって、すぐに持ってくる。何それ？こいつはギターっていう楽器だ。知ってる。弾こうか？いいよ。よし。絶対に笑うなよ。笑わない。絶対。約束だぞ。Sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future day. Days of you and me. どうだ？まあ、悪くないね。それで我慢しとくか。やるよ。え、ちょっと待った、触ったこともないのに。教えてやるって約束したろ。した。明日の夜からでどうだ？決まり。よし、決まりだ。ねえ、ジョーク思い出した？ああ、時計を食べたら遅刻した、なぜだ？時間を食ったから。何それ、ダッサだな。おやすみ。
ジェシー。おはよう。ごめん、寝過ごしちゃった。すぐ着替えてくる。昨夜は盛り上がったって？あ、キスのこと？ディーナのことだから何の意味もないって。俺が言ってんのはセスとの喧嘩のことだよ。ディーナとキス？ああ、てっきり別れたばっかの俺の元カノと。だからやきもち焼かせたかったんでしょ。私は別に。何これ、キモス。冗談だって。気にしてない。着替えてこい。あんた最低。待った、キスする方が最低。ほら支度しろ、遅刻だぞ。うん、臭くない。さて、キリンエリーが始まりましたよ。ついに着替えようか。よし。お、銃。やっぱ危ないか。持ってくか。敵が出るんですよ、やっぱりいるんですよ。そんなに安全な場所があると思うなよ、この世界に。面白そうなものは何もない。ないね。はい、行きます。これ何？ねえ、ジョエルは？北で感染者が目撃されて、アリアに言われてトミーと警察中。ついてないね。なあ、ほとんど寝てないだろうな。少なくともお前よりは。うるさい、起きるとこだったし。ほんと。忘れ物は？ないよ。トイレかな？誰か入ってる？誰か入ってない。アホなことせんと早行けっていう話です。朝からお前の噂で持ちきりだ。なんで？お前がディーナにキスしたから。向こうがしたの？それ見たセスがお前にひどいこと言って。そう。で、ジョエルが殴って小突いただけ。それでなんでお前がジョエルに切れるんだ？昨夜はどうかしてたの？なるほどね。こういうね、関係ないとこ行くのが好きなんですよ。そして何もないっていう。無駄足だったぜ。よ。そう、ジェシー人気だな。キリンエリーは、キリンエリーも声かけてほしい。ねえ、私たち平気だよね？俺たちか。心配すんな、ディーナに未練はない。そっか、ただ誤解してほしくなくて。エリー平気だ、気にすんな。ありがとう。すごいね、感染者じゃなくて恋愛のことについて話せるような、そんな安全な場所になった。どうもおじいちゃん、ほら気持ちいい。犬だ、犬だ。お尻撫でたいな。無理、無理ですよね。早く行こう。え、なになに？ジェシー。ああ、どうも。くそが、ジェシーばっかり。今日は借用書で済ましてやるが、来週はちゃんと。なかった。武器を強化。わあ。いっぱいあるぞ。盗んでいっていいのこれ。部品。いただきます。キリンエリー、結構噂されてんね、今。なんか喋ってるやついた。これは？悪そう。何これ？トレーディングカード。あー、あのコレクションしていくような収集系アイテムです、多分。
攻略にはあまり意味がないっていう。ん？どこ行くんだこれ今から。ジェシー、おい、早く開けろよ。ジェシー、あ、自分で開けんの。朝飯食っていくか。いらない。マリアは？奥だ。どれよ。エリー、待ってたのよ。セスがあなたと話したいって。私は頑固親父と話す気ない。聞いてあげて、お願い。分かった。セス、セス来て。最低よ。あ、その昨夜はちょっとばかり飲みすぎちゃって。だろうね。これでも謝ろうとしてんだ。ディーナと巡回に出るって聞いてな。そうやってサンドイッチ作ったんだ。あ、そう。ステーキ入り。ありがとうセス。ああ、その気をつけろよ。どうも。感謝するわ。それなんだよ。おっさんのサンドイッチ。うん、いい匂い。あげる。マジで？マジで。外まで送る。いただき。向こうでトミーとジョエルと交代して。二人ともしばらく戻ってないし。合流場所は？北西の監視所よ。午後には到着するはず。気をつけてね。近頃感染者の目撃情報が多いし。分かってる。じゃあ登山道の巡回は他の奴に任せるよ。エリー、何行ったことある？あんまり。ディーナは慣れてる。二人に行ってもらうよ。二人きりか。エリー、ちょっと話せる？何？ジョエルとうまくいってないみたいだけど。マリア。ジョエルは心配してるの。決してあの人はあなたを。平気だって。本当に？うん。そう。ならいいんだけど。気をつけて。どうも。おい、ディーナ、当番だぞ。ちょっと待って。お前の彼女、厩舎に連れてこいよ。やめてよ。ねえ、ディーナ、ちょっと話せる？ごめん、みんな、もう行かなきゃ。いつ戻るの？どうも。どうも。あのさ、昨夜はあんな風に消えたりしてごめん。あ、別にいいの。気持ちはわかる。私も後悔してるんだ。なんで？そもそも私が誘ったわけだし。それに何もあんな大勢の前でキスしなくったって酔ってたんだし。いいよ。だとしてもあなたに変な深読みとかしてないから平気。ただ本当エリーって話遮るの好きだよね。あのさ、もうそろそろ行かないと。いった！ちょっと何？私関係ないでしょ。ビビってんの？弱虫。あいつマジムカつく。ボッコボコにしちゃう？うん、する。受けて立つよ。ほらさっさと逃げない。うわやっべ。あ、始まった。ほら始まった。ちょっと待って。おい、あ、ちょっと、どうしたの？これ絶対、あれだ。暗いね。絶対仕返ししてやる。覚えてな。これ買ったらトロフィーとかもらえるやつじゃない？当たんないよ。痛かった？くそ。キリン
ギリエリーね、昔水鉄砲で買ったことあるんで、あ、負けたんか、負けたんだった。これでも食らえ、これでも食らえ、やばいやばいやばい、半分、6対3でも有利、優勢優勢優勢。あ、くそが、見えてるよ、どこ行ったあいつら。お、お前逃げろやばい。今のズル。ディーナ攻撃攻撃してる。なあ、おいディーナ、お前隠れてるだけじゃん。あ、くそ、やばいやばい。ほら。ずるい。くらえ、クソガキ。なんだよ。ちょっと。痛かった？ちょっと許さない。助けて。絶対許さないからね。ほら、私たちは仕事があるの。うせな。自業自得ってやつ？うん。行こう。エリーはね、女の子が好きなんですよ。それで、ジェシーが登山道に行けってさ。あいつはジョエルたちと交代。え？一緒にしてくれたんだね。いいルートだよ。おはようさん。おはよう。お嬢さん方、今連れてくるよ。ありがとう。新しい馬か。もうタコのこと忘れたんか。何してんの？何してんの？ああ、ひづめね。あの馬のあれですよ、足に鉄つけるやつ。よし、いい子だ。お、来たな。どうも、おいで。ほら行こう。キラリ元気？うん、やっとお出ましか。はいはい、プレゼント。お前にも。ゲートを開けろ。みんなよく聞け。いいか、いつも通りだ。担当区域の西に記帳して、感染者がいたら倒す。厄介な状況に出くわしたら帰還しろ。慎重第一だ。よし、出発だ。はいよ。